トムロフトのレース場と飼育日誌鳩と一緒に遊びましょうおはようございます10月27日日曜日の朝です今日の空模様です今日の天気は曇りただ雲の厚さも薄くなってますし日の出の太陽の位置も確認できます昨日よりは今日の方が東京地方は天候がいいですね今日の 午後1時から100キロレースの審査が行わます今回の100キロレースはお楽しみレースということで、えー、商品がもらえることになります、えー、もらえる商品の一部をご紹介したいと思います100キロレースでいただける商品は家庭で使う調味料になります毎年春の100キロと秋の100キロ 秋の100キロは今年から久しぶりに復活したんですけども、えー、年2回行っている家庭サービス向けの商品構成になります、うん、これで年2回のこの商品で1年間遊ばせていただくわけですから随分、えー、割安の商品だなと思ってます。でこの商品は1位から20位までのハトがいただけることになります。 また、参加してくれた方には参加賞ということで、この商品も差し上げるという予定になってます。今日の朝一番気になるのは鳩の糞の状態ですよね。レースが帰ってきた翌日の朝糞がどうなのかなっていうところが気になります。今糞を移してるんですけども、やはり昨日餌をたくさんあげてますので。 糞のこう粒は大きいですね大きいんですけどもん形としては崩れてない綺麗な糞ですね今日の朝現在であれば鳩のコンディションは落ちていないようです昨日の八板の100キロレース振り返ってみたいと思いますまず東京地方の空なんですけども天気予報よりも雲の多い朝にな てしまいました。もう少し雲の量少ないと思って、えー、雲の隙間から太陽の位置が見えるのかなと思ったんですけども、残念ながらそういうことにはならず、えー、雲に覆われた弱い北風の朝になってます。私は参加数は44話、えー、参加してます。天気図ですね、えー。天気図見た範疇これ3時なんですけども、3時と6時は違うと思うんですけど。 まあ高気圧がもうちょっと張り出してきてえ晴れになるのかなと思ったんですけどもこの高気圧割と弱いんですね弱っちい高気圧であまりえ天候の方には影響しなかったようです。天気予報なんですけども昨日は矢板の方の天気いいという予報だったんですけども蓋を開けていましたら朝から晩まで曇りということで雲の多い日になってます。 うん、これは機関地東京ですね小金の方も曇りということでもともと曇りだったんですけどねお昼ぐらいには日差しもあるようなそんな予報だったんですけども思ったよりも雲の勢いが強かったですねただ北風が、えー、ちょっとあったのがこれが救いだなと思ってますこれは大田原市の天気カメラですね雲がありますけども放給地の方は太陽の位置は確認できるとそんな空模様ですね これも大田原市のカメラですね。まあ、雲は出てますけども、ん東京ほど暑い雲じゃない感じですね。えー、これはもう鳩が帰り始めた時間です。こんな早く帰ってくるとは思わなかったんですけどね。えー、9時36分から鳩が旧車の周りの旋回を始めてます。放給時間は7時15分ですから、風もそんなに強くなかったんですけども、すごい紛争が出て、 驚いてますこんな風速でよくうちの鳩帰ってきたなと思ってそれも第1集団最初6羽ですよね6羽から何羽かまた飛んでるうちに増えたみたいで8羽の鳩がただこれ降りてくるのに2分近くかかってますから記録時間は8時38分ということで。 運速は1530メーうんなかなか100キロレースですから、えー、帰ってきてすぐに降りてパッと記録というわけいかないですねまあお楽しみレースということで全球揃えばいいなと思ってこうあを眺めてましたまだ100キロですからね100キロでいくら早く帰ってきてもやっぱり先々ありますから。 そこそこの紛速で来ればいいなあなんて思ってました。あとがやっと降りてきて、ん今日は大高がいないから、<laughs> 割とスムーズにえ口笛吹いたら入社してくれたし、揃った期間になってます。前回の訓練の時とはお違いですよね。前回はブラウェポリスが1話だけ抜けて、えー、大鷹怖かったんでしょうけどね。 それでも入社してくれました。今日はオタがいませんから、え口笛吹いたらさっさと入ってきてくれました。一番手が入った後、すぐにこう二番手グループが帰り始めました。五話のうちの一話がすぐに降りてきて、屋根に一を降りると次のハたちも割と降りるの早いんですよね。最初のハタが降りるか降りないか、それが入社のポイントになりますよね。 降りてきた降りてくればもうね口笛吹くとサッと入ってくれますからこれはもう全然問題ないんですけどもまあ、降りるまでが大変というところですねまあ、これは短い距離はこういうもんだな私の家だけじゃなくて他の方も同じような状況だと思うんですけども短い距離はなかなか帰ってきても降りてくれないと思います2番手グループが降りた後今度は3番手グループですね帰ってきました 三番手グループ、こうやって十羽ぐらい飛んでましたら、上空からまた四羽帰ってきたんですね。まあ、一緒になって飛び始めてます。もうこの辺で、えー、参加数四十四羽のうちの半数は帰ってきてますから。いやー、鳩の最初の姿を見てから、四分間で半分以上来てるってんで。 今日は帰りがいいなーって、えー、この辺からもうちょっとウキウキ気分ですねうんこれで無事このなんとなくもやみました曇り空の中気持ちが少し、えー、ほっとしたというか、えー、スカッとしてきましたただこの3番でグループはなかなか降りないですね最初に来た鳩と同じようにこのようにしばらくくるくる回っててやっと降りてきてくれたと いうことで,あこれでほっとああとは、ね、口笛吹けばみんな入ってきてくれますから、えー、このあとどんな形になるのかなと思いながら待ってましたらば、えー、9時15分までに44話中42話その後10時16分12時4分ということで、えー、無事全休期間ということで1 0 0キロレースを終えることができました。嬉しい、えー、100キロレース全期間と いうことで終えましたので次は200キロに向けての調整開始です200キロレースは1週間空いてその次の週になりますのでちょっとだけ余裕がありますそんなことで、えー、今日からですね3日間トリコモナスを投与しようということで飲水器にトリコモナスを入れました、えー、気になるのはオートショーですよね、えー えー、今日は餌あきないし朝の食欲もこのようにすごいので、えー、心配ないんですけども明日た、さってですね火曜日まで、えー、この食欲が維持できていければいいなと思いますし餌あきをしている鳥が出なきゃいいなと思っていますそうすれば2 0 0キロもうーん距離が伸びてきますので、えー、だんだん帰りは厳しくなると思うんですけども そこそこいい期間率を期待できるんじゃないかなと思ってます明日は100キロレースの成績せたいと思いますご覧いただければ幸いです本日もお越しいただきありがとうございましたまた次回もお越しいただきたくよろしくお願いします失礼します